はい、それでは文献紹介を始めさせていただきます。今回紹介するのは、ウィキペディアを利用した上位会関係の、詳細化という文献を紹介したいと思います。まあ、紹介する論文は、こちらから引用しました。で、まあ、キーワードといたしましては、上位会関係獲得、まあ、とか、まあ、ウィキペディアとかっていう単語がキーワードとなります。まず概要について、説明します。まあ、これまで単語の上位階関係を自動学とする研究はまあ盛んに行われてきました。しかしその上位概念の詳細化については今まで全く考慮されてきませんでした。例えば作品が上位概念で7人の侍が下位概念といったような概念を質問応答や検索に使うことは詳細な上位概念を用いること時よりも有用でない場合が多いです。まあ、これはまあ後でも言うのですけど、七人の侍って何ですかっていう質問に対して作品ですっていう回答は、まあ、全然自分たちが求めるような回答ではないといった問題が出てくるということです。で、この文献では詳細な2種類の中間濃度を Wikipedia を用いて作成し、情報を詳細化する試みに取り組んでいます。で、結果として1つ目の中間濃度を含む中間濃度の適合率が 85.3% で、271万9441個で、2つ目の中間濃度を適合率 78.6% で、634万7472個を生成しています。で、導入に入っていきます。上位階関係は、質問応答などのタスクにおいて最も重要な意味的関係の一つであります。しかし今までの研究では上位階関係を A は B の一種あるいはインスタンスである A は B の一種あるいはインスタンスである A と B の関係というふうに定義をしてきました。そのため次で示す、まあ、黒澤明の映画作品から七人の侍に行くものや、まあ、映画作品から七人の侍、そしてもうアバウトな作品から七人の侍といったこれら全てが上位階関係に当たってしまう問題点があります。で、質問応答を考えるときに七人の侍とは何ですかっていう質問に対してそれは作品ですっていう回答は何の作品であるかという必要な情報が欠落しており、黒澤明の映画作品という回答に対して適切ではありません。そこで、筆者らは下位概念 C に対して A は B よりより詳細な上位概念と、まあ、次のように定義して上位下位関係を取得することを考えています。まあ、この2つ A と B は同じ下位概念 C を持つで B は A の上位概念であるという定義をして詳細な上位概念の取得を試みています。で、まず Wikipedia を用いたベースとなる上位下位関係の取得することを考えます。ここでは Wikipedia の階層的なレイアウト構造を用いて上位階関係を取得することを考えています。例として Apple 社のページを考えると、この記事には Apple ショップ、まあ、ここですね、や製品といった説があり、その階にはそれぞれ北海道地方やコンピューターといった小説があります。またそれらの小説の中には MacBook や iPod、 まああれですね、Mac mini とか iPod Nano、 iPod Touch といったものが存在します。これらは Wikipedia が提供しているメディアウィキのソースコードを読むと、まあ、製品であれば米印、コンピューターであればイコール3つのような形で、ソースコードが提供しており、それぞれ別の記号が用いられているため、これらを用いることで上位階関係の候補を抽出することが可能となっております。で、取得された候補に対して SVM を用いて正しそうなもの、またそうでないものを分類し、最終的にベースとなる上位階関係を取得しています。で、まあ、組成といたしましては以下の7つですね、7つのものを使用して分類を行っています。まあ、上からいくと、まあ、上位概念候補、下位概念候補の品質だったり、まあ、含まれる形態素だったりっていうのを用いています。で、まあ、ここからが、本
論文の、まあ、主となるところに入っていくんですけど、まあ、詳細な上位下位関係の獲得についてここから考えていきます。で、先ほどの方法で取得できたベースとなる上位下位関係には広範囲な下位概念をカバーするものや意味的に曖昧なものが存在します。まあ、作品といった上位概念がこれにあたりますね。で、そこで、ベースとなるその上位下位関係の各上位概念の下位のウィキペディアの記事タイトルで詳細化し中間層に挿入します。これを T 上位概念と呼びます。まあ、ここに挿入されるものなんですけど、まあ、この7人の侍という記事のタイトルを使ってこの T 上位概念を生成するといったものになっています。で、さらに T 上位概念中の記事タイトルの箇所をその上位概念で抽象化することで元の上位概念よりも、まあ、この元の上位概念ですね、概念よりも詳細であるけれども T 上位概念よりはちょっとこう大きめになった G 上位概念を取得します。これを G 上位概念と呼んで、まあ、T 上位概念の上に挿入するような形ですね。で、まあ、もうちょっと具体的にどうやってそれぞれの概念を取得するかっていう話になっていくんですけど、 T 上位概念は元の上位概念と Wikipedia 記事のタイトルを助詞の「の」で連結して生成します。例えば作品と黒澤明であれば、まあ、黒澤明の作品といった形で記事を、Wikipedia の記事タイトルを助詞の「の」で連結することでこのように生成しています。で、G 上位概念は T 上位概念で生成された Wikipedia の記事タイトルの箇所をその上位概念で置き換えることで得られます。例えば黒澤明の作品であれば黒澤明の部分を、まあ、上位概念を取得してそれに置き換えることで、例えば黒澤明であれば、まあ、映画監督という上位概念があるので黒澤明であればの作品であればそれは映画監督の作品といった形で一部を置き換えることで G 上位概念を生成しています。で、まあ、G 上位概念を用いる、取得するためには、まあ、黒澤明の上位概念が必要になるんですけど、まあ、ここではその上位概念を Wikipedia 記事の第1文を用いる手法や、まあ、記事下部のカテゴリー情報を用いて取得するような方法で取得を行っています。まあ、ここでは詳しい説明は省きます。で、まあ、先ほどまでで、取得できた、まあ、T 上位概念と G 上位概念に対して、まあ、実験して評価を行っています。2009年の9月27日版の日本語の Wikipedia データを用いて、G 上位概念を取得して上位下位関係が妥当かどうかを次のペアについて、まあ、被験者3人で、あ、次のペアですね、まあ、200ペアに対して被験者3人で確認して評価をしています。で、評価の基準なのですけど、まあ、3段階のグッド、レスグッド、バッドといった形で評価をしているんですけど、まあ、グッドは上位下位関係として正しい、まあ、黒澤明の、作品から、まあ、七人の侍という関係であれば、まあ、グッドですね。で、レスグッドの場合は上位下位関係としては正しいが下位概念とは何という、まあ、そもそも何だろう、下位概念として、あ、上位概念、下位概念として何だろう、ふさわしい、まあ、例えば作品と七人の侍という関係があった時にそれは、まあ、確かに作品の下位概念ではあるけれども、いやでも作品の下位概念ってなんだよっていう話になるので、まあ、これはこの場合はレスグッドに、まあ、当たりますね。で、まあ、バットはそもそも上位下位関係として間違えているものを入れています。で、まあ、実際に先ほどの手法で取得できた G 上位下位関係の例ですね、まあ、G 上位下位関係を取得、概念を取得する、まあ、途中で T 上位概念も当然取得できるので、まあ、このようになっているんですけど、まあ、例えば浅山幸雄であれば、まあ、スタンフォード大学の卒業生であり、それはまあカリフォルニアの大学、まあ、スタンフォード大学はカリフォルニアにある大学ですから、まあ、カリフォルニアの大学の卒業生ということで、まあ、上位下位関係としては合っているようなものが取得できています。まあ、他のも同様ですね。で、まあ、このようなものが取得されています。で、まあ、結果として、ベースの上位下位関係が、
まあ、192万5676ペアあるのに対して T 上位概念ペアは271万9441ペア、G 上位概念ペアは634万7472ペアを取得することができました。で、まあそれの評価なんですけど、次の式で表される重み付き適合率で、まず評価を行っています。まあ他にもあのグッドラベルのみを正解とした適合率も、まあ、あるんですけど、まあここの列に関してはこの式を用いて評価をしています。で、まあ、この表を見ると分かるのですけど、獲得される上位概念が詳細なほどあれですね、レスグッドの適合率が、レスグッドが減ってグッドかバッドっていう形になっています。まあ当然ではあるのですけど、その作品の下位概念とはみたいなものが、まあ、減っていくの当然減っていくので、まあ、レスグッドのものは減っていってグッドかバッドのどっちかになっています。まあただグッドはまあ増えたら嬉しいんですけど、まあ、バッドもちょっと増えていて間違える上位概念が若干増加していることが分かります。で、マヒッシャラは、T 上位概念に焦点を当てて、誤りの原因を3種類に分類しました。まあエラータイプ1は、まあ、このような間違いで、そもそもこれはあのベースを取得する上際の間違いなので、まあ、ここではあの提案手法によるものの原因ではないので、ここではまあ勘医者らは全然考えていません。でエラータイプ2などですけど、まあこの場合は 原山理一郎のアナウンサーから小林豊のように意味不明な上位下位関係が取得されてしまっています。でこれはウィキペディア中でまずアナウンサー小林豊が含まれるページを抽出して、それを利用して T 上位概念を収集するのですけど、その時にそのアナウンサー小林豊といった関係が含まれるものが原山理一郎というページにも出てきてしまったために、そのタイトルをのでくっつけた原山理一郎のアナウンサー小林豊というものが取得されてしまったというふうに考えています。またエラータイプ3ですね、大垣市の公共施設から図書館という、まあ、よくわからないものが取得されているんですけど、まあ、これも同様に公共施設から図書館というベース、上位下位概念に対してヒットしたページが大垣市になってしまったために、このような間違いが取得されてしまいました。で今回の手法において、まあ先ほどのこのエラータイプ3の間違いが全体の間違いの 69% を占めるので、でまた、まあ、このような間違いがあるっていうのは、まあ、公共施設だったり図書館だったりという普通名詞によって表されるものが大半なので、普通名詞で表される上位下位関係のペアを除外して同じように評価をしています。で、すると、まあ、それぞれ適合率が、G 上位概念の場合は 6.7%、 T 上位概念の場合は 8.4% 適合率が向上していて、まあ、普通名詞を除くとより良い適合率で、上位関係を詳細な上位概念を取得することができるようになっております。でまとめなのですけど、自動獲得した上位下位概念の上位概念をより詳細にする手法を提案し、まあ、適合率T 上位概念であれば 85.3% で、G 上位概念であれば 78.6%、まあ、普通名詞であるペアを除くと、まあ、さらにそこから数ポイント上がった形で取得、詳細な上位概念を取得することが可能になることが分かりました。これで文献紹介を終わります。